はい、こんにちは、116インズです。いよいよ明日から MLB が開幕するということで、私も非常にワクワクしているんですけれども、そんなタイミングでドジャースがとんでもない爆弾を落としてきたんですね。それがムーキーベッツと12年契約を結んだというニュースで、いや、これ日本時間の昨日の深夜ぐらいに流れてきたニュースなんですけれども、私もニュースを見た時と思いまして、全く予想していないタイミングでの長期契約発表でしたので、これはかなり驚かされましたね。で、契約としては12年総額3億6500万ドルの超大型契約でして、3億6500万ドルという契約総額はマイク・トラウトを抜いて史上最高額の契約ということになります。で、契約に関しては一部後払いとなっていまして、トレード拒否に関する条項等は特に盛り込まれていないみたいですね。で、ベッツはコンオフ FA になる予定でしたので、まあ、ドジャース移籍したばっかなんですが、今後の去就非常に注目されていた選手ですけれども、これでしばらくロサンゼルスに留まるということが決まりましたね。いや、それにしても、まあ、冒頭でも言いましたけれども、このタイミングでの契約延長発表は非常に驚きでしたし、また日本時間で昨日の夜ニュースが流れてきて、で、翌朝起きた頃にはもう正式発表されていましたので、ドジャースも情報をうまくコントロールしていたんだなと思いますね。で、ベッツに関して簡単に紹介しようと思いますけれども、 MLB7 年目の27歳の外野手でして、2018年にはアメリカンリーグ MVP にも選ばれたことのある選手ですね。メジャーでは6年間プレーしているんですけれども、すでにウィンズアボブリプレイスメント、平均的な選手と比較してどれだけ勝利数に貢献したかという指標なんですが、ベッツは6年間ですでに 41.8 も積み上げている、まあ、言わずもがなスーパースターと呼ばれるような選手なんですけれども、コンフ FA になるということで、まあ、どのチームにどういった額で移籍するかというところはかなり注目されていた選手ですね。で、ベッツは同時代に野球星人のマイク・トラウトという選手がいたせいで、外野手としての傑出度がなんか足りない感じのイメージも受けるんですけれども、ベッツ自身も歴史に名を残すレベルで今のところ数字を積み上げているようなすごい選手なんですね。で、そんな選手をドジャースはコンオフ三角トレードで獲得していまして、レッドソックスにはすでに外野のレギュラーとして成長しつつあったアレックス・バーデューゴと、プロスペクトのジーター・ダウンズ、そしてコナー・ウォンを放出して、ベッツとそれからデイビッド・プライス、さらにツインズからプロスペクトを獲得するということで、コンオフベッツを手に入れているんですね。 FA まで残り1年の選手に対してこれだけを放出してベッツを獲得しているわけですから、ドジャースとしては今季本気でワールドチャンピオンを狙いに行くシーズンに位置づけていたと思うんですけれども、ただ今季はコロナウイルスの影響でシーズンが60試合に大幅に短縮されまして、でもしこれでベッツが FA で移籍してしまったら、ドジャースはかなり損をする可能性があったんですが、ただ今回の契約延長で無事そのシナリオは回避できたことになりますね。そしてベッツ側もついに念願の大型契約を手に入れることができましたね。レッドソックス時代の2018年シーズンの後にはチームから10年総額3億ドルの契約延長を持ちかけられていたようなんですけれども、ベッツ側はレッドソックスに対して12年総額4億2000万ドルの契約を要求したんですね。レッドソックスもお金のある方のチームではあると思うんですが、たださすがにこのベッツの要求は飲めないということで、契約延長はできず、コンフトレードという結末になってしまいました。ただ今回ベッツがドジャースと契約した金額見てみますと、年数こそベッツがレッドソックスに要求した年数12年で同じなんですが、金額がかなり少ないですよね。3億6500万ドルということで、ベッツは当初4億2000万ドルを要求していたわけですから、だいたい6000万ドル少ない金額で今回契約したことになります。これ理由はいくつかあると思うんですけれども、個人的にいくつか考えてみた要因としては、まずベッツが FA 市場に出たとして、果たして彼の希望に近い額を払える球団どれぐらいいたのかっていうところですね。レッドソックスでさえベッツの希望額はちょっと払えないなという感じだったのに、他の球団が果たしてどれだけ払えるかと言われると、まあ、それこそドジャースとかヤンキースレベルでしか払える球団がいないということになってしまいかねなかったんですね。ライバルとなる球団が少ないと、なかなか好条件を引き出すのは難しくなってしまいますので、で、かつどちらにせよドジャースと契約する可能性も金額面では高かったわけですから、このタイミングで契約延長してしまおうっていう発想は全くおかしくはないのかなと思いますね。もちろん今季何が起きるかわかりませんし、ベッツとしても、まあ不安要素じゃないですけれども、早めに契約を決めておきたいという思惑はあったかもしれませんね。
またコロナによる影響も加味したのかなと思いますね。今季開幕はしますけれども、当面は無観客での開催ということで、球団としてもチケット収入が断たれるわけですから、なかなか経済面で厳しくなる球団っていうのは出てくるのかなと思いますし、そういった中でベッツが希望する金額を FA 市場で得るのはかなり難しかったことでしょうから、まあドジャースの金額で妥協ではないですけれども、まあある程度満足できる契約だったのでサインしたというところもあるのかなと思いますね。続いてドジャース側から見た今回のベッツの契約ですけれども、意外にも久々の大型契約でして、アンドリュー・フリードマンが編成のトップに立ってからは実は初めての1億ドル超の契約なんですね。ドジャースといえば結構長期契約で失敗するイメージっていうのもこれまでは結構あったんですけれども、フリードマンが来てからはそういった長期契約っていうのは極力抑えて、まあ、掘り出し物を探し当てて、例えばジャスティン・ターナーですとかマックス・マンシーなど今のドジャースの主力選手として活躍している選手を結構発掘しているチームに変わっているんですけれども、ただそういった中で今回ベッツとこれだけの額で契約したわけですから、チームとしても非常にベッツに寄せている期待高いものだと予想されますね。またフリードマンが大型契約を制限していたからこそペイロールに柔軟性があったおかげで今回ベッツと大型契約をできたと思いますね。長期契約にあまり縛られていないおかげで今から2年後、2022年のドジャースの総年俸は7000万ドル程度と、現状コミットしている額としてはかなり小さくてですね、でさらに2023年以降に関しては契約が残っているのは現状ベッツのみということで、ここに来て長期契約を抑えていたのがベッツというスーパースター選手と契約するチャンスをものにできるという結果につなげることができましたね。さすがフリードマンと言いますか、この辺のペイロールと管理非常にうまいですね。なので今回ドジャースはベッツと超大型契約を結びましたが、彼と契約してもなおまだ財政面に余裕はあるんですね。なので近い将来もう一人のスーパースターであるコーディ・ベリンジャーですとか、あとは若きエースウォーカー・ビューラーなど、あのあたりの選手とも長期契約を結ぶことは全然可能なぐらいの余力があるチームですので、ベッツに加えてベリンジャー、そしてビューラーと投打のスーパースター3人をコアにしながらワールドチャンピオンを狙えるチームを作っていくのが今後のドジャースとなっていくんじゃないのかなと思いますね。まあいずれにしてもドジャースは恐ろしいチームですよね。ベリンジャーとビューラーというコアがいるだけでも他球団からしたら脅威なのに、そこに加えてベッツが入ってきて、で今度はその3人を中心にチーム作りをしていこうというわけですから、いや本当にどんなチームが出来上がるんでしょうね。近年のドジャースは、まあ、選手層の厚みを武器にしながらナショナルリーグで戦ってきたわけですけれども、ただ17年18年とワールドチャンピオンというところまでは手が届かず、で昨年に至ってはディビジョンシリーズで敗退してしまうという結果になりましたので、ドジャースとしてもこれまでの戦いでは頂点は取れないと判断して、ベッツというスーパースターをトレードで獲得して、でさらに12年総額3億6500万ドルという超大型契約を結んでまで彼を中心に据えると意思表示したわけですから、ここから数年間のドジャース、特にベッツが全盛期を迎えている間が勝負の時期になるんじゃないのかなと思いますね。ちょうどベリンジャー、そしてビューラーも全盛期を迎える時期に差し掛かってきてるわけですから、この時期でドジャースとしては何としてでもワールドチャンピオンを取らなければいけないという重要な時期になってきますよね。逆にここで取れないとベッツの契約が非常に重荷になってくる可能性も出てきますので、ここから数シーズンのドジャースの戦いというのは非常に注目して見ていきたいですね。ただまあドジャースと同じナショナルリーグ西地区でプレーする4球団は本当に気の毒としか言えないですね。正直こんなチームどうやって倒せばいいんだっていうところが率直な感想ですし、まあ、現状ダイヤモンドバックスやパドレスなども結構チーム作り積極的にやっているわけですが、ドジャースがそれ以上のチーム作りをしてくるとなると、なかなかドジャース王朝というのはまだまだ続いてしまうんじゃないのかなと思いますね。ドジャースは現在地区7連覇中ですけれども、この記録はどこまで伸びるのか、そしてこのドジャースを他の4球団が止めることができるのか、ナショナルリーグ西地区の戦い、今後の戦いというところは、まあ、毎年言われていることかもしれませんが、ここがやはり焦点になってくるんじゃないのかなと思いますね。ベッツを加えたドジャースが暴れ回る姿を見るのも、まあ、それは楽しいとは思うんですけれども、やはり同地区の4チームについてもドジャースを止められるようにぜひ頑張ってほしいなと思いますね。ベッツを加えたドジャースは果たして思惑通りワールドチャンピオンまでたどり着くことができるのか、今シーズン、そして来シーズン以降ドジャースの戦いから目が離せませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。